9月に50歳になったんですが、おめでとうございます、ね。まあ、とりあえず、来月、来月月間、10月ですね、ごめん、11月10月13日に、うん、代々木のザーザーズ、ザーザーズ、うん、代々木清水の店、なるほど、うん、で、アコースティックで、俺と元シェイディドゥースの川村健と2人で、うん、アコギと歌とピアノでリアルな感じですね。なんと弾き語りできる今すんげえ練習してんだよ俺今マジで、うん、いや大変だぜ弾き語り語りかもう語りを弾きを弾きはいやいやいや弾きは大丈夫だけど語りだよ語りだよね語り母さん、僕は汚れてしまった。そう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 。僕はロスです。サンフランシス、いや、そう。10月26日、はい、に、もう代々木のザーザーズ、そう、ザーザーズじゃない。近くの町でライブをやるんですけれども、おかげさまで僕は大人気なんでチケット売り切れてますけれども、ソールドアウトしてるんです。すげえだろ。なんか本当ね、かまいい人気者。ソールドアウトしてんだよお前。だってなんかソニーが見に来てくれるっていうのに隙間で見に行きたかったのに、うん、ソール出したから無理だって、そうそうそう、なんかどうしても会いたかったら、なんか事務所通してくれっつって460人ぐらい入るんだっけ、そう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 、うん、だからあと459まで入ってるけどすいません、こんな2人ですけど相変わらずもう本当人生50年半分来てますけれども、半分3倍かもしれないよね、3倍だな、そうだよね、てかこいつも俺も多分100までいけるな、僕自信ないけど僕自信ないけど、そういや絶対生きる、タバコやめだし、うん、裏切りやがったんだよね、このタバコやめたんだよ、何言われても全然平気です裏切りだからこいつに副流煙までもどんどん吸ってほしい、風上で、うん、いいね、タバコ大好きですよこの感じでみんな落ちてるんだそうぜ、またえ48だろ、いや同じ数なら違うの数はこれカップだねできないかそんな感じで、うん、とりあえず、これからもお互い頑張っていきますし、もうずっと俺ら豆立ちなんで、なんかね、うん、一緒にやれる時があったら一緒にやります、はい。